ていう感じなんだけど、はい、まあついにって感じだったね。でもどっち勝ってるのか知らねえからな。いつも通りの結果が出ちゃった感じなのかな。あ、あんまり言いたくないよ、あんまり言いたくないよ。徳田さんいたら言わねくせによ、そんなことは。この場にいたら普段は負けてねえって。徳田さんでかい声で間入ってくるよ、これ。まあでも本当ね、勝ったり負けたりです。いつも大体10先とかやってるんだけど、いつも勝ったり負けたり。だ今回に関しては、やればやるほどきついなっていうのを本当に感じる。合計はね、そう、強化ポイントがね、相性悪すぎんだよね、サワット。あのみんな多分、円台パンキャンセルって、そんな脅威に思ってないと思うんだけど、はい、うち、本当きついから、あの円台パン。話題性的な。本当にきつい。え、もう何振っても負けるからね。だよね。行って、あれちょっと止まっちゃいました。はい、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 はい。そういう時もあるさ。うわ、お、うまい。こうちゃんとスタート筋で保管します。これもちゃんとゲーセンの対応してるよと。任せないで、これも見せますから。ここやり込み成功した時だけ。カーニョルスタートボタン押してやるよ、大会に。すげえ、すげえ仲いいな、これもうちょい一つできた。なんか攻めの当て合いになってます。まあ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 、まあ、この辺から立ち台パン。立ち台パンあんまでも打ってこないね。こんなのすごい。これ打ってこないよ。いや崩れてるけど、崩れてるけどな。いやこれ、ね、どっちから落とせねえやん。これね、いやもうね、身内読みがひどいんですよ。俺は立ち台パン、立ち台パンやってこないけどよ。あのちなみにさ、立ち台パン何が強いかっていうと、下がっとって合計歩き早いじゃない。だからローで止めるんだけど、はい、おやる、ね、ちょっと迷ったんだよね。ウルコンこれはもうやりたくなっちゃった。最後気持ちよくなっただけなんだけど、あの時ね、セビチカウンターヒットして最速バックスウルコンだったら全然いいんだけど、うん、ちょっとでも遅れたら止まれんじゃないかなっていうのがあって、で俺がピヨッてと思ってディレイで当たったんだけど、移動じゃないんだ。移動じゃないです、まあ、距離はね足りてたから相手の歩きを、うんうん、中足とかとも、そうそう、最強技、例の最強技。あの最強技と、ダイパンの相性がマジで悪くて。それは相当悪そうだね。あのね、殺意のさ、円柱形あるじゃない。 あれともめっちゃ相性悪いのよ。ほんとあれと全く同じ感じ。で、痛いんだ。ダイパン波動、円台形、コパンダイパン弱竜巻、大昇竜で、スタンチ730くらいくらい。1回ローを打っただけで。あの円台パンかね、何の130。いや、あれ差し返せるでしょ。差し返せるでしょ。いや、そんな技ないっすよ。だって離れてんだよ、距離が。そもそも。だって沖の円台パンだよね。何で蹴るの。でよ。どうか。2になってから。しゃがみこば。届かないよ、しゃがみこば。でもそんな立ち台パン打ってこないっすね。これね、なんかね、打ってこないんだよね。隠してんじゃない。隠してる必要ありますよ。いや、ただ俺がローをあんまり打ってないでしょ。ああ、そういうことか。それはね、やっぱね、そう見てるんですよね、向こうも。じゃあ、ロー打たなきゃ、その最強技も出てこないんじゃない。いや、最強技うまいだろ、そうそう、うまいんだよ。見てるんだよ。逆にか。いや、第2位です。え、あ、第2位だ。第2位です。あ、なんか、おお、おお、ダメだ、わかった。最強技なのか。やってないからもうなんか、やってないよ。あ、しゃがみこま当たったら我慢してんだよ。しゃがみこま当たったらウルコンまで行っちゃうパターンだ、これ今行っちゃうね、行っちゃうね。でもウルコン1だ。ウルコン1です。この組み合わせは、あ、向こうはね、なんかいろいろね、さまよったあげく1位って言ってました。ただいつもね、さまよってるからまた2位に戻るかもしれない。なんで1なんだこれ。今回さ、だからダイヤ種目ないじゃん。うん、確かに。だから俺2の方が嫌だけどねって言ったんだけど、あ、これね、俺え持ってなかったんだよな。壊しやったつもりなのに。けど繋がるよね、壊しもね。いや、繋がるんです。カウントしてるのに繋がるんです。へぇ、繋がんないんだ。あれ繋がるか。繋がりそうだ。繋がるわ。プラ5だ。繋がんなかったら繋がるので、マジでヤバい選択肢だな。おぉ、マジぬるい。これはもうね、帰りなさいっていう感じ。あ、見えてない。いや、いや、そんなにすごいっすよ。
わあ、頑張った、頑張った。帰れ。はい、甘えてます。激甘。まあ、ピュアらせたかったよね。そうね、ピュアらせたら勝ちだから。向こうとしては、あとだけガードさせた後、もう昇竜の準備万端とかするレベルなんだね。なるほどね。あのね、勝ち方だったからね。あ、うまい。え、大パネルですよ。やるよ。高いのちょっと。で、今のも中段確認して芸術立ってません。これ新テクニックです。どういうこと？相手の動作を見て、アパカでゲージを使うか使わないか。今のは相手の初動が見えなかったから、ゲージ使ってフォローしてる。まあまあまあ、結構。これはなんかいろんな、それいろんな人がね、使えるテクニックだから、これはね、ぜひやっていってもらいたい感じですよね。まあ、今は触れないかな。そう、今は触れないかな。おーっと、いい勝負じゃないですか。なるほど。体力リード取られるとね、どっかで寄らないと何にも起こんないんだけど、もっとやっぱ EXA でいいんだろうな。まあ、EXA や嵐能力はもう全キャラ最強クラスじゃない、ね、最強だね、うん、だって絶勝より絶勝 EX に分かんない、分かんない、有利も不利もあるしよく分かんないじゃん。だから嵐としてはもうかなりやばい。いや、そうかなって思っちゃうもん、うん、私が。そうそう、確かにそうなんだよね。打とうかなって。俺もね、結構打つもん。怖いから立ち投げしようと思って、立ち投げしたら普通になんかコパに負けたりするじゃん。うんうんうん、そうだね。あれやっぱね、統一じゃないっていうのはかなり不安要素がある。うん、そうそう、あるよね。うん、だから佐賀とかはもう別に立ちガードされてその前の1なんだけど、うん、コパン打っちゃうしね、うん。その相手がしゃがんでるであろうみたいな感じで。ほど前の1じゃなくね。前の1だと思ったことないんだけど。いや、全然前の1にはなることは全然あるけど、うん、立ちガードでも持続が当たったりするから、うん、それでサガトワが有利なんだよね。もう持続どういうあんな自分から突っ込んでき持続とかなくなくて普通に考えたってめっちゃ突っ込んでじゃん。もう押し切ってんのにマイナス1。まあまあまあ確かにあの技はちょっとまずいよね。謎だな、あれは。僕はやっぱり未だに危ない技です。あれは危ない技です。うわー、やっちゃった。これなちょっとプレッシャー負けなんだな。こうして締めるときは締めないときは分かんない。台足で締めないよ今回の動きは。あ、さっきの試合しめったからなかんない。え、サガプに？はい。本当に？あ、打った打った。で、あれ空陣食らったじゃん。ジャンプ。あー、ははこれも。これいいの？この最強モード入って。いや、これ、最強モードこれ。最強モードね、やっちゃってるんだけど、一回あれ食らったら終わるんで。これね、泣いた。マジ泣いた、これ。怖い。最強モード入る。おね、EX 残空を常にやっぱ読んでるから、それ対空出なかったりしてるのよ。アパカになっちゃうと負けちゃうから。でも垂直中パン、いや大パン、あれはもう、ね、脊髄でボタン押した。ふーっつ早く押せみたいな感じでとりあえず押した。脳がそうなんか死んでましたね。ただね、中パンの大パンも発生しようから、まあどっちでもよかった。大パンの方が横に強い分いいのかな。だからいいな。確かに発生しようのはず。うわー、やってた。うん、何がアップ、何が。うわ、同じタイミングだけ、起きた最強技。ちなみに、豪気への最強技は、他のキャラより最強です。でも、EX2 の後、小足台形中2ってやるんだけど、あれ、割り込めません。あの、大体小足がしゃがみなどだと、小足結構レンガ取れたりするんだよ。あー、やっちめっちー。これはもう本当すみません。本当ごちそうさまでした。いただきました。これはね、使えなくてないからか。いやいやいや、いやけど、いや、飽きるでしょ。だって今の、打ってなかったら、割り込みやられたかもしれないし。あー。で、あの、セミがそのまま取ってたら、瞬刻確定だから、うん、あー。それの確認はすごい難しいから。あれ、カウンター人はね。あれはもう向こうとしては。